ボルボックス科バルボカチーは、軍隊製の緑藻類の群。決まった数の細胞が軍隊を作り、弁網を持って泳ぎ回る。軍隊がゼラチン質に包まれているのが特徴。ボルボックス科の藻類は、典型的な細胞軍隊を作る。個々の細胞はクラミドモナスに似たもので、揚力体を持ち、光合成を行う。また2本の頭頂弁網を先端に持っている。 軍隊の形は属によって決まっているが、多くは細胞が放射状に等距離に並び、それがゼラチン質に包まれたほぼ休憩のものである。細胞は軍隊の外向きに弁毛を出し、これによって回転しながら遊泳する。ボルボックスのバルボはラテン語で回転するという意味である。例外はゴニウム属で細胞は平面に並び、弁毛は 片方の面と外側に向かう。ただしこの属は現在はこのトガから外されている。軍隊を作る細胞は基本的には同じ構造を持つが、はっきりした文化を見せる例がある。栄養細胞として文化が見られ、軍隊に前後の区別がある例や、生殖細胞が特に分化する例などが知られ、ボールボックスは細胞数で最大である他に、この方向でも最も特化したものである。 無性生殖時には軍隊を構成する細胞が分裂を繰り返し、決まった細胞数の小さな軍隊を作って独立する形で繁殖する。有性生殖では同型配偶子接合、異形配偶子接合、卵生殖まである。異形配偶子を作る場合、小配偶子は1個の細胞の分裂によって多数が形成され、形成された精子が束になる。 生死束を形成するのが特徴である。なお、トカの和名としては、岡田ほかは大げ回りか、水野はひげ回りかをとっている。ここでは、混乱を避けて学名化な読みをとっておく。個々の細胞は、クラミドモナスに似たものである。二本の頭頂弁網が先端側にある。細胞壁に変わり、ゼラチン質が細胞を包み、これが軍隊を構成する基盤となる。 葉緑体は1個で大きくて排除をしており、ピレノイドが1個またはそれ以上ある。収縮法は普通は2個、便毛の基部にある。またやはり便毛の基部に、普通はメテンが1個ある。すべて複数の細胞が細胞を包む、ゼラチン質によってつながった構造をしている。ゼラチン質は個々の細胞の周りにあって、隣の細胞のそれと区別できる例と、その間に、 区切りが見えないものがある。細胞の配置は、ゴニウムで平面に並ぶのを例外に、それ以外の属では放射状に並んで休憩に近い形になり、弁網を外側に向ける。弁網を使って回転しながら泳ぐことができる。軍隊の構造は、放射方向にほぼ同じだが、進行方向は、ある程度決まっており、それに応じて細胞に分化が見られる例もある。 ユードリナの無性生殖個々の細胞の位置に娘軍隊ができている。無性生殖は個々の細胞が分裂し、それぞれに新しい軍隊を形成する形で行われる。例えばユードリナでは成熟した軍隊のそれぞれの細胞が同時に分裂を始め、それぞれの位置で分裂を繰り返し、16個ないし32個に達すると分裂を止め、それらが新たな軍隊となる。ただ、 この娘軍隊は形成当初は弁網を内側に向けており、その後一端から反転し、弁網を外側に向けることで完成する。このような反転は、同じような細胞の配列を持つ、このドガの他の属のものでも知られている。なお、このような形成過程を取るため、このタグの軍隊を構成する、細胞数は2の類以上の値を取る。また、細胞数は、軍隊の成長の間、 変化しない。典型的な細胞群体である。有性生殖は、同型配偶子接合から、異形配偶子接合、それに卵生殖に至る、様々な段階のものがある。生死が形成される場合、その元になる細胞が分裂を繰り返して、生死を形成するが、この時にほど長い防水系の優性配偶子が束になって形成される。これは見た目が、菊の花のようで、 これを生死束といい、これを一つの軍隊とみなすこともできる。死生配偶子は元になる細胞が分裂せずに作られる。単細胞生物と多細胞生物の違いの一つに細胞に文化が見られるかどうかという点がある。その観点では、この群は簡単ながら細胞に文化が見られる例があり、興味深いものである。文化は栄養細胞にも生殖細胞にも見られる。 ゴニューム属、パンドリナ属などではそのいずれもがほとんど見られない。それでもパンドリナでは進行方向の細胞が後方の細胞より目点が大きいという程度の差はある。この傾向が最も顕著なのがプレオドリナで、この属のものは進行方向に近い一部の細胞が後方の細胞より明確に小さい。似た傾向はユードリナの一部にも見られる。 逆にアストレホメネ属では、後方に少数の小さい細胞を持つ。ボルボックスでは表面にある、弁合細胞と、内側にあるゴニジアと呼ばれる細胞の分化があり、これは口述の通り生殖に関わるものである。ただしゴニジアの配置は、軍隊の後方に多い。生殖細胞では、ゴニウムやパンドリナでは、すべての細胞が同じように生殖に預かる。それに対して、 プレオドリナやストレホメネでは小さい細胞が生殖に参加しない。さらにボルボックスでは群体を構成する大部分の細胞である表面の弁毛細胞は生殖に関わらない。内部に位置するゴニジアという細胞のみが生殖に参加する。外して細胞数が多くなるほどに分化の程度が高くなる傾向があり、細胞数ではほぼ以下のような順になる。この中でパンドリナまでが 同系配偶子接合、ユードリーナ以上外系配偶子、ボルボックスだけが不動の卵を形成する。細胞の構造からクラミドモナスとの関係が論じられてきた。現在検討されたものについては、その全てがクラミドモナスリインハート部と類縁が深いとの結果が出ている。ちなみに、ボルボックスについてはその形態が動物の包廃に似ることから、ヘッケルによって、 多細胞動物の進化との関連を論じられたことがあるが、現在では否定されている。ただし、海面類には、後輩の段階で最初に内側に線毛が形成され、その後に反転するものがあることが知られている。この群に類するものとしては、以下のような属が代表的である。細胞数の少ない方から挙げる。これらは典型的なものでは、判別が容易だが、困難な例もある。 例えば、パンドリナには細胞の集合が弱いものがあり、その場合にユードリナと混同される。プレオドリナは幼い軍隊では細胞の大きさに差がなく、これらの場合に判別は混乱する。従って有性生殖を見なければ判断できないなどの例も生じる。伝統的にはこれら全てをボルボックス化に含めた。現在では幸せもテトラバイナに ゴニウムとアストレホメネ属をゴニウム化とする扱いが行われている。ボルボックス化には以下の7属が含まれる。他にクラミドモナス型の細胞が集まった細胞群体を作るものにスポンディロモルム類がある。個々の細胞がゼラチン質を持たず棒状により集まった群体を形成するものである。これも細胞群体であり同じくボルボックス目に含めるが、 系統は異なると考えられている。他に、黄金色藻類にもシニュラのように放射状に、弁合細胞が集まった軍隊を作るものはある。水野、高橋編、P478。水野、高橋編、P478。水野、高橋編、P482 安原 P。2657。水野、高橋編、P478 安原 P。 2657、岩月、まだら監修、P95、水野、高橋編、P479、ヘロンへ通る、水野、高橋編、P476、水野、P6、ありがとうございます。